青ひげの吟味役。おや、安土川さん。おこむは自分の家の滑らかな格子を上げたまま、あっけに取られて立ち尽くしました。田村屋の用心棒、青ひげの安土川かなめが、長火鉢の猫板に頬杖をついて、パクリパクリとタバコを吸っていたのです。お帰り遊ばせときやがるか？体操目がし込んで、朝からどこ行ったんだ？どっこい、観音様へ朝参りだなんて、罰の当たった嘘は言わせないぜ。谷中の方へ重箱を下げて行ったことまで突き止めているんだから。金目は手の甲を反して、青ひげの顎を撫でます。薄い唇が少し歪むと、複雑な笑いがその声帯を塗ったような方を引きつらせるのでした。どこへ行く？